こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎隆文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、1日1元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはイギリス首相ベンジャミン・ディズレイリのこの言葉、担保は大英帝国だ。財政難に陥ったエジプトがスエズ運河の権利をフランスに売却することを検討。地図を見れば明らかですが、インドへのルートはスエズ運河を使う方が断然早道。この情報をロスチャイルド家を通じて知ったディズレイリ、フランスよりも先に買収することを独断で決定。この時議会は休会中、閣僚もいない。そこでロスチャイルド家に買収費用の融資を依頼。担保はどうするのかという質問への答えが、担保は大英帝国だ、何事もスピードが命の分かりやすい事例です。今日はディズレイリの言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。